ままた延長しちゃいましたけどね、えー、ですよね、えー。だから、なんなんでしょうね。うんうん、アメリカの,そのシリアンに対する攻撃というのは非常に私は危険でと思います。うん、とても危険だと思いますね。必ず民間人が巻き添えになると思いますね。えー、だから、その、うん、アサド政権を倒すで っってていうことであっても,、ね、あまたも本当にねにアメリカのフォックステレビとか CNN って例えばその民間人がその直気線になった映像を出さないからねアメリカ国内でほとんどアメリカって住んでみるとっていうか僕も何か分かるけどすごい国威高揚の偏った報道するんですよあそこは。ねあの 不思議な国だね、だから自分の国がそのあの9・11でやられちゃった以外はアメリカ国内に攻撃日本の風船爆弾ぐらいしかないわけですよねだからねアメリカだからオバマが議会に委ねたっていうのはえっとまあ見方によっては本気じゃないっていう見方もあるよね。 やっちゃうときはこう議会に諮らなくても確か大統領やっちゃっていいんじゃなかったっけなで議会に諮ると60日ぐらい確か決まらないんじゃないかなうんうんだからねえだからちょっとポーズなのかもしれないうん だちょっとね、すごく心配なんですよ、このシリアの問題って。シリアイコールとつながってるのがイランでしょ。でまたロシアと中国がシリアの体制側を擁護して援助してるじゃないですか。またね、そういうことを貼るとね、必ず代理戦争になるんですよ。昔のベトナムとかも同じよねうんね。だから本当に、それとあの、 今日まじまじと見たけどさあの、えー、っと福島第一原発の汚染水の問題ってもう東電じゃらちゃあかないから原子力国が面倒見るって言ったじゃないですか遅いよねそれってもうこんなに経ってあれはやっぱり漏れてましたってどうなんですか皆さんそれでそのかなりの部分が海に流出してたんでしょ ねえもう選挙終わるまではそういうこと隠してたんじゃないのもう参議院選挙までねえもうね最近ね俺ちょっと嫌なことあるんですけどあの割といやあのみんなほら自民党勝ったからっていうこともあるんだろうけどさ、えー、となんかさ割とみんな右にかかってない最近。 中国や韓国にいちいち文句言われるんだったら靖国に行って何が悪いとかってやるじゃないですか、うん、ねえあれさ昔だったら絶対そのこと言えないよねねえ,ねえだってさ本当に靖国神社に祀ってもらいたいって思って亡くなった兵隊がどれだけいるのっていうことだと思うよ それだったら、うん、あのー、靖国神社ってすごく僕微妙なとこだと思うんだけどあまりに日本の戦争の,その遂行してた人間ってとんでもないこといっぱいやったじゃないですかインパール作戦もそうだしまあ究極で言えばやっぱり特攻隊だよね。 最近もその映画見たばっかだけど古いやつ、うん、ねえあれどうなのそういう人たちもみんな祀られてるわけでしょだからさそれはもう韓国や中国言ってるのらめちゃくちゃなんだけど戦争中に日本がやったことって 果たして、ね、もう今なんかもうあの自虐史観をやめましょうって言っていつまでもわ,わ詫びるいや詫びるようなことそれをねドイツ見たらわかるんだけど最初にわびちゃあよかったんですよだからそういう日があるところを認めてねで日本はもう立ち直ってちゃんとやりますっ,って言えよかったのにあれは真っ赤さがいけないんだよねあ多分うん。あのー ね、だからだってドイツはだってナチスの犯罪は今でもドイツが自分たちの手で全部さばいてるじゃんうんうんだからそこはね、うん、いや謝罪してないと思うよ謝罪してるってあの謝罪っていうかさ最初に謝罪しちゃえばよかったって言ったの最初にえ戦争終わった直後にえなんでそ,そういういうになったかっていうと 朝鮮戦争が始まっちゃったんでアメリカはもうそれどころじゃなくなったよねだから日本の戦争犯罪とそれから戦争で起きたいろんなことをその厳しくせ訴求するよりもその頃ちょっと相当微妙だった人たちをみんな解放してそれで。 とにかく朝鮮戦争があるからって言うんで結構ねあのそれ曖昧にしちゃったじゃん,んあの辺の時にちゃんとしていゃなかったんじゃないかなっていう気はねまあうやむやになったよねまあいいやいろいろそれはみんなも意見あるだろうから僕自身の意見はまあい置いといて、えー えー、ただねその何言いたいかっていうとその福井の問題とかはさあれ松台まで続くよあ、うんなやり方してたらあねでこの猛暑であのー、電力がすごく使われてるにもかかわらず 今13とんじゃないや大井原発ももうすぐ止まるんで原発が全然稼働しなくても何だったんだろうねあの前の,あの原発止めたら計画停電であの電気電気使用メーターが 90, 90何パーセントとか言って一昨年ぐらいすごいあのね脅されてたじゃない。 それ節電してるからってことどうなんだろうまあね本当にあの東京電力のに任せてたらこうなっちゃったって今更言われても私はあのちょっと怖いような気もしますけどね。ね。 そうだ火力発電所もボロボロなんだよなうんそう大概エネルギーとか何者でやったけどうんうん とにかくその福井市の問題はすごい心配なんですけど僕はうん急にあんなこと言われてもうんねそれとさ9月1日の日に携帯電話が一斉にあれなったよね8時45分ぐらいに「渋谷区で大洪水がなかなんか何だっけ大火災だ」「訓練」って書いてあったけど渋谷区が 全,全域で大火災で至急避難してくださいとかけど来なかった <laughs> あれびっくりしたねドガーンってすごい音しってたから、うん、防災の日ね、うんうん、あれみんな一つしてたのかな、うん、東京の人限定そんなことない川崎にならなかった、うん さあそれではあの、えーと、もうそろそろお時間なので、もう3時じゃないですか、これ。ほっときゃ4時間超えやれるんだけど、ちょっと今日やめよう、明日も会社あるし、皆さんね、あのですねうんと報告が何点かあるんですけど、まず、その、えー、ニコニコ生レコーディングをどうするかっていう話が、ですね2点、3点、4点、5点してまして、えー、なかなか日程が決まりません。うん でえー、それをやっぱり決めるために今週からちょっと音楽事業部の小野部長とですねいろいろ話をしております、えー、ちょっとねコンテンツの,その方向もいろいろ考えてやってみたいなっていう、えー、形でやりたいなと思ってます、えー、これはちょっと時間がかかると思いますね、えー、うん あのー、時,間が時間切れになっちゃったんですよね、あれね。本、え、当、ー、あれねも、もっとやろうと思ったんですけど、うん、曲も2、3曲やれそうな気がしたんですけどね、うん、あ面白かったですけどね。うん、で、えーっと、9月の6日に、えー、時刻表チャンネルの第5回が行われます、ね。 これ素敵なゲストをお迎えしてですね、やる予定ですので、9月6日の夜8時から、時刻表チャンネルをぜひご覧ください。9月6日だったよな、確か。9月6日じゃなかったっけ。え、金曜日と6日だよね。これはまたなかなか、ちょっと木曜日が、ちょっとダメになっちゃったんで、え。ー で今日はですね皆さんに、えー、いろいろラジオカイ屋っぽく進化した配信を見せようと思ったんですけど、えー、ステレオ音声にならないという単純なミスからあとそのやっぱりニコニコライブエンコーダーというのはです、ね、意外と、えー、使い勝手に慣れがないと無理だっていうことと。 やっぱり本当はあの通常の SD クオリティでもあのカメラつないでコンポジットでつないで VR3 でやった方が楽は楽なんですけど、うん、なかなかね、えー、そいろいろなことやってみたいなっていう私のチャレンジがですね1時間半にわたるモノラルステレオ <laughs> 問題で、えー、でもね皆さん、僕もびっくりしたんですけど累計来場者数ってもう160万人超えてるんですね。 私、ありがとうございます。160万人ですよ。うんえええ、松木 P の放送マあの、9月6日って。おかしいなあ、だって、それ一緒にやってるの、西村さんのはずなのに。うん、160万人ですよ。うん、これ、結構、チャンネルとしては多い方じゃないですか、これ。ええ、ね。 うん、なんか今度この稔、向かい合じゃない、ね、クラブのこの放送を見てる人,人たちに、なんだろう、あのー、オフ会とか言って、1%の人が来てくれても1万6000人ですからね、ドームぐらいいっぱいになるじゃんみたいな、でも累計だからね。えー それ、そういうのやったらさ、来ないかな、みんな。うん。公開ニコ生ライブとか言ってさ、うん。ねえ。来ませんかそうでした。うん。そういうのがあったら、その、来まーすって言って、えー、来まーすって人ちょっと手を挙げてくるね。来まーすとか言って。オフ会ライブ。うん。 心持ち少ないような気がするんですけど場所はわかりませんじゃあ皆さんに最後にはアンケはよですねえー皆さんうんはもう思い出くさいからはいそれではこれをずっと統計取ってらっしゃる方がいるんですよねそれではこれいきますよこれどうですか 地方の人いきますよはい13.6%と見たかうんもう3時超えてるもんねでは見たいと思います結果を表示しますどうぞ なんということがおわあ、ジェジェこれはお肌に悪い放送ですねうんなるほどジェジェジェなんということでしょうもう念願の20%超えも近いんじゃないかとうんお肌に悪い女性、えー じゃあ、17.5%の女性の皆さん、限定質問、ちょっと、です。お年はお聞いちゃおうかな。失礼ですが。えー、まあ、これ面白いですね。あ、台が違うじゃん。 違うじゃん。大が違うじ若い子はいないと思うよね。はい。うちのお母さん見てたら一番最後。さ後。じゃじゃん。で、こうなっちゃう。 女性限定の質問です。17.5%の女性の皆さんに質問です。大変失礼ですが、お年は、おいううか、えー、20代未満、20代、30代、四十代、50代以上ですね。えー、17.5%ね。一、えーまあ、がゼロって可能性もありますよね。はい。それでは、えー、女性限定の質問でございますね。で結果を表示したいと思います。さあ、どうでしょうか。これは気になるでしょう、みんな。 えっほんと ?20 代未がいるのおお40代っぽいね <laughs>、うん、なるほどね。 のの中の奥様ご主人はこれをご覧になってる奥様を見てどう思われてるんでいらっしゃいましょうかなかなかあ面白いですね、えー、うんえー、えーえー、な気を起こすねって <laughs> ちょっとリアルだったわとか言って「<laughs> 隣で寝てます」だってごもう失礼ですお年寄りもっと失礼ですからあのこう 婚未婚なんて聞いたらまずいよね、これね。やめときましょう。<laughs> そういうのはやめましょうね。<laughs> それはまずいとか言って。あノルだったとか言って。えー、じゃあ、皆さん全員に、ご覧の皆さん。これでいきましょうかね。これもう全部。 の皆さんの年齢ですね。はい。20代、20代、30代、40代、50代。ね、えー。えー、ギリ20代ですかいやー。ボンタン飴食べたいですね。えー、これは高いだろう。それでは、結果を表示いたします。いかがでしょうか皆さんもいいですね。はい。じゃん。 はい、ありがとうございました。えー、いきなり20代未満が2.8%とね、えー、40代45.5%。何してんですか、皆さん、こんな時間にね。<laughs> もう寝た方がいいですよ、ほんとに。40代多すぎますわ。あ50代以上も11%すごいね。はい。えー、じゃあ、山、う、内、ん、さんは。 じゃあご覧の皆さんも明日、明日は、明日から、朝からお仕事があるか。ね。明日は休みだ <laughs> これ2択しかないっても微妙ですけど <laughs>、あかん。<laughs> 夜勤なんですが、朝から、うん、休みです、うん。むしろ今残業しながら社内で聞いてるけど、すごいね。<laughs> はい。あるには、もう明日も休み。うん、じゃあ。 何星と休みの人こんなにいんのうん。えー、2が多いね。うん。うん。休みのやつ多すぎだろうって <laughs>。<laughs> むせた。うん。仕事中ですか。うんじゃあ俺寝よ <laughs> ということでですね、えー、それでは最後に。 曲曲を1曲かけて終わりにしたいいと思います最後はですねやっぱり、えー、おいい音でありましたのであの「スノーデライト」の最高96キロ聴いて終わりにしたいと思いますお聴きください お付き合いいありがとうございました、えー、ス,テス,ステルス放送はこのような形で全く方向性の見えない、えー、どっちってわからないような、えー、機材トラブルを含めて、えー、またやる可能性がございます、まあ、その時はまたその時で温かい目で見,あの見守っていただければと思います本当に皆さんとのこのいろいろなこういった手合いや付き合いで えー、私のニコニコ生放送はあ累計で160万人を超えるほどまでに至りました本当にありがとうございます、えー、これからもですね、えー、引き捨てやエレクトーンニコ生そして、えー、公,開放送公式放送による、えー、レコーディングの可視化等をですねこれからも繰り広げたいと思います、えー、特に、えー、すぐやらなきゃいけないなと思ってるのはあのこの間の200万人プレミア突破の えー、東京メトロのです、ね、専用列車を走らせたやつなんですがあれはです、ねえー、西村さんがです、ね、映像を思いっきりかっこよく作ってくれましたのであれをちゃんとした放送で、えー、今月中に何とかやらなきゃなと思ってますし、えー、今週の金曜日には時刻表チャンネルもございます、えー、ニコ生にはたくさん出ますしそれから昨今はあの皆さんもご存知の通りに、えー たたけしのの日本の味方に出たり、えー、この間はですねいきなり、えーえー「ミスターサンデー」にまた呼ばれまして、えーまあ、呼ばれた理由がです、ねああのまあ、亡くなってしまった藤恵子さんがあ、まあ、音楽関係だということで、えー、直近の、えー「ミスターサンデー」の音楽関係のコメンテーターって僕しかいなかったみたいなので出たんですが、えー、突然の宮根さんの えー、ご質問にですね、えー、なんかどのような答え方をしたか自分も、えー、定かでないんですけど、まあ、一つ覚えてるのはあの稽古の「夢は夜開く」は「ら」から「ら」までしかない1オクターブの、えー、音域の曲だということを放送庁に気づきましてですね、えー、それとあとだからその1オクターブがとても1オクターブ と思えなないいぐらい、えー、なんていうんでしょうかあのあ詳しいですねアメリカンスクールの話ね、うん、あの藤恵子さんという人の持ってる歌唱力っていうのはすごいものがあったなっていうこととそれからあ宇多田ヒカルさんの最後のライブですね休止前のねあれたまたま僕見てたんですけどあの今あそこのテレビではここから先を言わなかったんですが 彼女のパフォーマンスって踊りがながらもうすごい動いて歌ってるのでもうそのもう人間的にもう無理だろうっていうぐらいぜいぜいなんですよぜ、はいぜいで飛び跳ねてぜいぜいで歌もギリギリの歌で、まあ、音程ももうほとんど定かでないともう鬼気迫るライブなんですねで考えてみれば 世の中我々がパフォーマンスで一緒に歌でて見てるやつってあんなぜいぜいもないじゃないですかあれはですね逆説的に言うと宇多田ヒカルさんが言いたかったのは地声で歌ったら絶対こうなるよとでもそれは全部口パクでやったらきっと綺麗に聞こえるよねっていう逆説的に捉えたぐらいの 凄さを感じたんですだからあのー、あれはもう本当に最後はもうボロボロになってましたよ歌もねえでも普通の人間だったらどんなに訓練してもあんだけ飛び跳ねてあんだけら、あのー、いろんなダンスを踊って難しい曲をやってって生じゃん生だったらこうなるよ っていうことはみんなわかるよねっていうふうに僕は捉えてしまったんですね。ええ、ええ、生演奏なんですよ。同期一切なしでクリック全くない。うん。ねえ、耳にみんなあのまあ確かにイヤモニってのは僕苦手なんですけど一回だけ仁君に勧められてやったんですけど一回やったらもうなんか全然使えなくてイヤモニは。うん。だからイヤモニを使ってライブやってる人ってかなり怪しいじゃないですか。はい あ、これ、口パク用のクリックかなみたいに <laughs> さえー、向井さんだとそうでしょって、うん、俺やらないよそんな口パクとかあどうやってやるの <laughs> え歌歌わないし <laughs> よくわかんないの今の質問うんちっわかんない、うん、だからそういうのと 母さんの世代っていうのはもうまさにそのクリックだ打ち込みだなんてない時代だから全力のね演奏でやってましたからそんなことをちょっと思いついたので行、えー、ってしまいました、うん、まあそんなこんなでですね、えー、また次回、えー、音楽ネタも含めて鉄道ネタも含めて、えー ステルス系の放送やってみたいと思いますのでお集まりください。じゃあ今日はこのところでお休みしたいと思います。それじゃあ皆さんまたお会いしましょう。おやすみなさい。お,お付き合いありがとうございました。